さて今日もコメント読んでみようかな。お、大人に似合う T シャツが知りたいです。動画作ってくれませんか。確かに最近 T シャツだけの特集ってあんまりやってないな。そろそろ暑くなってきたし T シャツの需要も高まる頃だから、これは撮らないといけないな。ということで皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人に似合う鉄板 T シャツ5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕もですね、コメント欄を定期的に見ながらですね、皆さんがどういった動画を見たいと思っているのかをですね、定期的にチェックしてるんですね。その中でも今回気になったのは大人に似合う T シャツ特集なんですね。まあ確かに T シャツって真夏の主役級のアイテムではあるんですが、まあカジュアルなアイテムなので大人世代はどれ着ても似合うというわけではないかなと思うんですね。一定の基準を持って大人でも上品に見える T シャツを選ぶ必要があるかなと思うんですが、世の中に膨大にある T シャツの中から大人に似合う一着を選ぶのはなかなか難しいかなと思うので、今回の動画では様々なブランドの中からこれは結構おすすめだなというものですね、厳選して5つピックアップしましたので、よかったら皆さんもですね、今後のお買い物の参考にしていただきたいなと思っています。 T シャツをですねメインとして着る季節といったらやっぱり夏かなと思うんですが、 T シャツを買うんだったら今のタイミングがベストだと思うんですね。夏の暑い時期になってからだともうサイズ切れが起きてたりだとか、人気のものはすでになくなっていたりするので、このタイミングに買っておくのが一番ベストかなと思うので、よかったら皆さんもですね、今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に大人の男性に似合うですね鉄板 T シャツを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですねこちらですね、ビューティー&ユースの金正メリアスメローコットンスウェット T シャツですね。これはメイドインジャパンのですね商品になっていまして、価格はちょっと高いんですね。8910円なんですが、非常に仕上がりがいいので皆さんにご紹介できればなと思っています。僕はですね今期のものではなくて昨年のものをですね購入して手元にあるので、まあこちらも見ていただきたいなと思うんですが、非常に良かったです。無地 T シャツってやっぱりシンプルなので、着るだけでおしゃれに見えるかというと多少の工夫がないと難しいなと思うんですね。特に白 T なんかは失敗すると下着感が満載になってしまうんですが、まあ、こちらのモデルなんですが、その部分がリブになってるんですね。これ分かりますかね。この実物よりも写真を見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですが、この裾の部分だけでも通常の T シャツはまた違ったですねスウェットライクな見た目になるんですね。裾がリブになることでギュッと絞られて、なおかつですね、シルエットにちょっと丸みが出るので、こういった点でも無地の白 T の中でもちょっとした違いが出せるので、なかなかバランスのいい仕上がりかなと思います。でこちらはですね金正メリアスというですね国内の生地メーカーのですね素材を使って日本国内で生産をされているんですね。世界的にも注目されているような生地ブランドで、質感はすごくいいです。肌触りですね、触った感じもしっとりとしていて気持ちがいいのと、着ていてもですね全くストレスがないような風合いなので、このあたりもすごくですね魅力的だなと思うんですね。表面には微光沢があって大人っぽい上品な雰囲気も漂うので、これはバランスがいいなと思います。ですがシルエットに関してはジャストサイズというよりは少しゆとりを持たせてるんですね。袖丈もやや長めになっていますし、ボディもですね少しゆとりを持たせています。だからといってだらしなく見えるようなバランスではないので、これはですね大人の男性にはバチッとハマるような鉄板の T シャツかなと思っています。まあ大体ですねセレクトショップのオリジナルの T シャツというと国産のものよりは圧倒的に海外産のものが多いんですね。その中で素材から縫製に至るまでしっかりと国内で仕上げてあって、それで8910円というのは個人的には決して高くはないかなと思うんですね。というのも真夏の T シャツって秋冬でいうところのアウターと同じような感覚なんですね、個人的には。というのも T シャツ1枚で過ごすのでこれが主役になるわけなんですね。なので外で1枚で着る用の T シャツというのは個人的にはユニクロだとか GU もいいんだけども、ちょっと価格帯を上げて贅沢に選んでもらうのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。でカラー展開も豊富なんですが、個人的にはホワイトも爽やかでいいんですけども、一押ししたいのはライトグレーですね。白よりはですね少しグレーがかっていて下着っぽく見えないのと、おしゃれ感も漂いやすい色なので、まあ、こちらを選んでいただくのがすごくいいかなと思います。またネイビーも結構いいんですよね。深めのカラーでシャキッとシャープにまとまりますし、ネイビーなんですけども微光沢があるおかげで暗くなりすぎないんですね。ブラックのパンツに合わせてもらってもいいし、ホワイト系のパンツで合わせてもいいし、結構このネイビーも仕上がりがいいかなと思うので、ライトグレーかネイビーで悩んでいただくとまず間違いがないんじゃないのかなと思っています。夏の T シャツというのは主役アイテムなので、しっかりと投資をしていいアイテムかなと思うので、まあ、ぜひこちらの T シャツもですね皆さんチェックしていただければなと思っています。
はい、続いて2点目のですね T シャツなんですが、グリーンレーベルのこちらの T シャツですね。別注のザ・マジック T シャツというものですね。価格が6600円ということで、これもですね仕上がりがなかなかいいんじゃないのかなと思っています。先ほどは無地の T シャツをご紹介しましたが、まあ大人っぽくきれいめに着るのであれば無地がいいかなと思うんですが、ただ無地だけだとちょっと退屈だなと感じる場合はですね、プリント T シャツ、これが1枚あるとすごく便利かなと思うんですね。僕もプリント T シャツ愛好家なので、毎シーズンいろんなものを買い揃えているんですが、まあ、今期はですねこのグリーンレーベルのこちらのザ・マジック T シャツがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。カラー展開が豊富なんですが、僕はですね一択、これがめちゃくちゃおすすめというのがありまして、その他2というものですね。前から見ると割とシンプルな白ベースのポケット T シャツになってまして、ポケットの上にはちょっとしたですね文字がプリントされているんですね。こちらは人気イラストレーターの方のですね新しく発売されるですね絵本ですね、そちらからですねインスパイアされて作られている T シャツなので、こちらのポケット上のプリントに関しても絵本の中からですね抜粋したような形で配置されてるんですね。で前から見るとシンプルなんですが、背中側ですねこちらがメインになってるんですね。まあ、最近は前にですねインパクトがあるプリントが来るものも多いんですけども、バックプリントのものも増えていまして、前から見ると大人っぽい上品さがあるんですけど、後ろから見ると白ベースに対して正方形のですねプリント、これまた色鮮やかで綺麗なんですよね。ブルーからパープルへとグラデーションがかった空の景色だとか、川なのか海なのか分かりませんが、ちょっとノスタルジックな情景が描かれたイラストですね、これが配置されていまして、非常にバランスのいい仕上がりになってるんですね。僕自身もこのような柄好きなんですが、今朝ですね奥さんにこの T シャツどう思うって聞いたら、めちゃくちゃいいって言ってたので、割とこう女性の視点から見てもこちらの T シャツは好感度が高いんじゃないのかなと思っています。まあ、僕もですね去年プリント T シャツ何枚か買ったんですが、意外とですね前面に来るものも悪くないんですが、前から見るとシンプルで、後ろにプリントが入っているものだと程よいバランスでアクセントを作ることができるので、なかなか重宝したんですね。まあ、今回こちらの T シャツに関してはプリントの質感もすごくいいですし、母体となる T シャツのデザイン自体もボックス型で程よいゆとり感があって、大人世代にも似合いやすいかなと思うので、まあ、これに対してブラック系のパンツだとかグレー系のパンツを合わせていけば間違いなくコーディネートもまとまるかなと思うので、今買えるプリント T シャツの中ではなかなかベストに近いかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目の T シャツなんですが、417エディフィスのこちらの T シャツですね。ジャポンチって読むんですかね、ポンチカットソー SS ですね。価格がですね5500円ということで、これまたですね大人っぽく使えるような無地 T シャツに仕上がってるかなと思います。まあ、417エディフィスの店舗には先日もお邪魔させていただきましたが、大人に似合いやすいような程よいカジュアル感のあるアイテムが多くてですね、その中でも結構ジャパンメイドのものもですねたまにあったりして、そのあたりはかなり狙い目かなと思うんですね。こちらの T シャツに関しても結構毎シーズン定番的に展開していまして、まあ、ブランド定番的な位置づけになってるんですが、メイドインジャパンのですね品質の良さをしっかりと抑えたような T シャツになってるんですね。ポンチ素材を使っていまして、張り感があって適度な厚みがあるので、体のラインをですね拾いすぎないようなバランスになっているんですね。また表面にも微光沢があって上品に見えますし、現代的なですねボックス型のシルエットになっているので、大人世代のですね体型をうまく隠すことにも優れた1枚なので、これは使い勝手めちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています。カラー展開がすごく豊富なので、どれを選ぼうか結構迷われるかなと思うんですが、個人的に一押ししたいのはブラック A というカラーですね。真っ黒のですねブラックもあるんですが、まあこれはこれでかっこいいと思います。それではなくて今回はブラック A を押したいんですが、まあ言ってしまえばダークグレーだとか墨黒みたいなですね深めのグレーの色合いに見えるかなと思うんですね。僕もグレー系の T シャツが大好きで色々と持ってるんですけども、結構この色が使いやすいんですね。ブラックのパンツにも合うし、ホワイト系の爽やかなものにも合うというところで、まあ本当にコーディネートがしやすいのと、都会的でシャープな見た目になるので、僕はグレー系の T シャツが大好きなんですね。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツのですねダークグレーも好きで、自宅と事務所にですねそれぞれ1枚ずつ部屋着用にあるんですが、それをですねよりこう外着として気分上げながら着るとしたら、こちらのブラック A が最適なのかなと思ってるんですね。やっぱり T シャツ1枚で着るのであれば、ある程度の質感の良さだとか、あまりこう薄すぎないで体のラインを拾わないというところはすごく重要になってくるかなと思うんですが、そのあたりもしっかりと抑えたような T シャツで、なおかつ5500円ということで価格も抑えてあるんですね。まあ、これまでご紹介した3つの中でも最も価格帯が抑えめで、なおかつメイドインジャパンというところでは非常にコストパフォーマンスの面でおいても満足の高い一枚になってるかなと思います。まあ、ブラック A もいいですが、その他にもですねベージュなんかもすごくいいカラーリングだなと思いますし、ちょっと鮮やかな
ブルーなんかも色も綺麗なので、このあたりも含めてチェックしていただくといいかなと思います。まあ夏には1枚で主役として着ることもできますが、それ以外の季節にはですね、重ね着のベースとしてこの上にですねジャケット着たりだとかセットアップを合わせたりだとか、そういった着方もできるので、ぜひ皆さんですねこちらもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、アーバンリサーチドアーズのクイックドライワッフルメッシュ T シャツですね。価格が6600円ということで、これまた非常に使いやすい1枚になってるかなと思います。今年は僕の動画の中でもこういった T シャツを出すことが非常に増えてるかなと思います。ここ数年ですね、じわりじわりとこのような機能的な T シャツというものの人気が高まってきてるんですね。僕が一番最初に着たのはおそらく2年か3年ぐらい前だったと思うんですが、このような T シャツというのはまだまだ少なくなかったんですけども、今は様々なセレクトショップでも展開をしています。形は T シャツなんですけども、いわゆるコットン素材とかではなくてポリエステル 100% なんですね。で、機能性が非常に高くて接触冷感機能がついていたりして、肌触りに少しひんやりとした感覚もあって気持ちがいいのと、吸水速乾ですね、汗を吸ってなるべく早く乾かしてくれるような機能もあります。またイージーケア機能もついているので、シワですとかそういったところも気になりづらいというところで、まあ、使い勝手が非常にいいような、そんな T シャツになっているかなと思います。で、シルエットはボックス型になっていて、これまたですねちょっとアウターっぽい見え方になるんですね。左胸にはポケットがついていて一つのアクセントになってますし、あとはこのような機能性 T シャツというのは、その部分にドローコードがついていて少しキュッとまとめることができるというところですね。これをすることで丸みのあるシルエットを作ることができて、普通の T シャツにはできないようなシルエットの変化をつけられるので、このあたりも含めて非常にバランスがいいんじゃないのかなと思っています。僕の中ではテック感が漂うような T シャツというような位置づけなんですが、これは1枚持っておくとまたいつもと違った見た目になるので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。価格も6600円ということで、そんなに高すぎないので通常の T シャツ感覚で買うことができるというところですね。カラー展開が3色になっていて、これがなかなか悩ましいところです。まあ、ブラックはシャープでかっこいいので鉄板だと思います。個人的にはブラックの T シャツに対してブラックの短パンでもうストイックにまとめてしまってもいいかなと思うんですね。真夏の黒黒スタイルというのはなかなか重たいんですが、ただ T シャツというのは肌が見えますし、短パンも足の部分が見えることが多いので、オールブラックでもそこまで重たすぎないので、まあ、ストイックな感じでまとめるのもいいかなと思いますが、個人的には結構モカがいいんじゃないのかなと思っています。色としてはベージュとブラウンの間ぐらいの色合いで、程よい柔らかさが出るんですが、コクがあってすごく上品な見た目にもなりますし、ブラックよりも明るさを出せるので、このあたりのモカもですねおしゃれに見えるんじゃないのかなと思います。まあ、いつも通りのブラックだとかグレー系のパンツに合わせるにも、このモカというカラーはすごくバランスよく映えるかなと思うので、まあ、どちらかじゃないですかね。とは言いつつですね、ライトグレーも仕上がりがいいので、このあたりはまあお好みで使っていただくのがいいかなと思います。結構ブラックはよくあるので、個人的にはモカをまずは押したくて、その次にですねブラックグレーというところでおすすめができればなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、ちょっと雰囲気を変えてボーダー T シャツを皆さんにご紹介したいなと思います。今回ですねピックアップしたのがファーラーのナローストライプ T シャツですね。価格が8800円ということでちょっと高めではあるんですが、こちらはセレクトショップのオリジナルというものではなくて、ファーラーというですね長い歴史を持ったブランドの T シャツなので、割とですね買いやすい価格帯なんじゃないのかなと思っています。結構ですねこのファーラーというブランドが最近見かける機会が多くなってきたんですね。僕は国内のブランドだと思っていたんですが、実は1920年にアメリカで誕生したブランドなんですね。まあ、70年代にはですねイギリスに拠点を移しているようなワークウェアブランドではあるんですけども、ちょうど2年ぐらい前ですかね、リブランディングをしまして、ブランドの雰囲気がですねちょっとガラリと変わったんですね。そこから見かける機会が増えてきたかなと思うんですが、割とですねオーセンティックな雰囲気のアイテムが多いんですが、ややスポーティーな雰囲気も感じられて、今のですねトレンドにバチッと合うようなものが多いので、ファーラーはですねこれからさらに人気が高まりそうなイメージがすごくあるんですね。まあ、その中でもこちらのですねボーダー T シャツに関しては、ここ数年ですねちょっとトレンドになっているマイクロボーダーですね、かなり細かめのボーダーになっていて、アクセントはあるんだけども上品に見えるというところもしっかりと抑えているんですね。首元のリブに関しましてはブラックで色を引き締めてあって、カジュアルさはあるんですけども、非常に大人っぽいまとまりになっているかなと思います。左胸にはですねちょっと分かりにくいんですが、ファーラーのロゴもついているんですが、このですねフォントですね、ちょっとマニアックになるんですが、僕はロゴが大好きなんですね。ロゴの形だとか文字の
フォントなんかにすごくこだわりがあって、そのあたりもですねすごく美しい仕上がりなんですね。ですのでこのブランドのロゴが載っていても悪目立ちもしないですし、一つのアクセントとしても機能するかなと思うんですね。夏の T シャツというのは主役級のアイテムというお話をしたと思うんですが、割とですね最近は暑い時期が長いかなと思うんですね。初夏から暑い時期が始まって、その後に梅雨が来るので一旦気温が落ち着きますが、それから先の夏が長いんですね。まあ、9月後半とか下手すれば10月の前半くらいまで暑い時もあるかなと思いますので、そんな時に T シャツのバリエーションは多い方が飽きないんですね。なので無地 T シャツもあっていいと思いますし、さらにはこういったボーダー系もあったりすると様々なバリエーションが作れるので、こういったものも一着あると便利かなと思います。こちらもボックス型で少しゆとりのあるようなシルエットなんですが、決してだらしなく見えるような範疇ではないので、すごく使いやすいデザインになってくるかなと思います。まあ、今季はボーダー系の T シャツはマストアイテムかなと思ってまして、僕もですね自分のブランドでオリジナルのものを今制作中ででして、まあ、結構それとバッティングするところもあるんですが、まあ、このファーラーの T シャツはめちゃくちゃいいので、僕のブランドまだリリース前ですが、まあ、ぜひ皆さんこちらの T シャツですね、ビビッときた方はですね店舗やオンラインでチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では皆さんからリクエストをいただきました大人に似合うですね夏の T シャツ5000というテーマでお届けをさせていただきました。結構ですね様々な個性のものをご紹介できたかなと思うので、個人的には満足をしています。まあ、T シャツというのはやっぱりバリエーションたくさんあった方がいいと思うんですね。夏の一番主役級になってくるアイテムなので、まあ、一つの無地 T シャツだけではなくてプリント柄がたまにはあってもいいかなと思いますし、ボーダーだとかちょっと河川系の T シャツがあってもですね楽しめるかなと思うので、僕自身ですねいろんな個性のものを今年の夏楽しみたいなと思っています。まああえてですね今回はコスパ系のブランドは選んでないんですね。ユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品は入れていません。これなぜかというと、これらのブランドにも優れた T シャツはあるんですが、夏の主役となるようなトップスの T シャツは僕はちょっと贅沢をしてもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね全ての T シャツを高いもので揃える必要は全くないかなと思うので、ユニクロの定番的な T シャツとそれに加えて今回ご紹介したようなちょっといい T シャツですね、このあたりをミックスしながら楽しんでいただけるとメリハリの効いた着こなしが楽しめるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えすることができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営します YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをほぼ毎日皆さんにですねお届けをしています。僕もまあ大体週に 5,6 回は記事を書いていますし、僕以外の専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。